こんにちは、まーです。100均材料で簡単にガチャガチャ貯金箱を作っていきます。材料はこれ。作りながら見ていきましょう。それでは早速作っていきます。材料さらっとご紹介します。こちらのセリアさんのガチャマシンを作ろうというのを土台に作っていきます。こちらを改良しながら、セリアさんのこちらのボックスとこちらのプレゼントボックス、あとはビー玉またはビー玉ぐらいのサイズの何か玉をご準備ください。そしてハサミやカッターなどの文房具、あとは装飾用にペンや絵の具、マスキングテープなどご準備ください。概要欄にジャンコードを貼っておきます。お待たせいたしました。ここから作っていきます。こちら開けてみると、この裏側が説明書になってます。この通り作っていきます。折り目通り折っていけば説明書ほとんど見なくても作れるような感じです。とりあえずちぎるところ早送りしています。そしてメインとなる箱の部分作ってます。そしてここから中にセットになっているものを詰めていきます。続いて両側に2つ折りにしたものを入れていきます。そして真ん中には滑り台のようなものを入れていきます。ガチャガチャが出てくるように坂になってます。こんな感じで入りました。ここまで説明書通りです。ここから貯金箱にするために1個取り出します。両側に2つ折りにしたものを入れてたんですけど、そのうちの1個を取り出します。そして折り目をずらします。もともとついてた折り目より太い幅で折り目をつけていきたいと思います。こんな感じです。もともとあった折り目が真ん中に見えてると思うんですけど、それよりも幅を広げてます。倍ぐらいの幅になってます。上から見るとこんな感じですね。明らかに幅が広くなったのがわかると思います。そしてさらに後でカットするんですが、とりあえず入れておきます。そして続き作っていきます。ガチャガチャの回る部分を作ってます。そしてこれをはめるんですが、はめる前に色を塗ったりしておく方がやりやすいです。といっても簡単に取り外せるので一旦つけておいても大丈夫です。これで上に蓋を乗せて、さらに蓋を閉めてさっきの部分をつけたらもう完成なんですが、貯金箱に改造していきたいので一旦ここでガチャガチャの仕組みだけ確認しておきます。これが完成品ですね。セリアさんのガチャガチャの完成品です。回すと出てきました。今まだ両端に入れた2つ折りにした分の折り目を変えただけです。あとは説明書通りです。ここから貯金箱に変身させていきます。蓋を開けて上に乗ってるこの紙を取って、貯金箱向かって右側に穴を開けようと思っているので、お金を入れるところ作ろうと思っているので、こちらを折り目倍にしています。今折った折り目の幅でこんな感じでこの部分切り取ります。お金がポションって下まで落ちるようにこの部分切り取ります。これで中に入れていくんですが、壁側を両面テープで固定した方がいいです。続いてこのガチャガチャが通る穴が開いてる紙、こちらも同じ場所をカットしていきます。切って箱に戻すと上から見るとこんな感じです。ここがお金の通り道になります。続いてお金を入れる場所をこの前側に作っていきたいと思います。まず鉛筆で下書きをします。上から見るとどこに穴を作ったらいいのか分かりやすいと思います。だいたいこの辺りに作ると大丈夫だと思います。右寄りだと安心かなと思います。カッターで切ります。こんな感じですね。ここがお金の入り口になります。続いて中身が落ちないように一旦蓋を閉めてひっくり返します。そしてお金の通り道の続きを作っていきます。カットする部分に今印をつけているんですが、箱の端っこ部分を全部カットします。箱崩れないのって心配になるかと思うんですが、このあとこのまま箱の上に載せるので大丈夫です。そして紙自体もすごくしっかりしているので大丈夫です。カッターで切りづらかった部分はハサミでカットしました。
お金が引っかからないように切り口をきれいにして、右の端っこ側は壁に両面テープでくっつけたのでいいんですが、左側がピラピラしています。ガチャガチャ回す部分の横の部分ですね、こちらがピラピラしているので中は固定できないので外から留めたいと思います。箱に載せたら見えないのでセロハンテープで留めていきます。外れなかったら何でも大丈夫です。これでお金の通り道がすっきりしました。まっすぐ覗いてみるとよくわかります。ガチャガチャ用のこちらの紙を載せてもお金の通り道バッチリです。お金の通り道完成まであと一歩です。こちらの箱に載せるのでこちらの箱にも穴を開けていきます。この箱がお金が溜まっていく部分です。こんな感じで箱の中心に載せたいのでお金の通り道の印をこのようにつけました。少々雑ではあるんですが大体で印つけてちょっと大きめに穴を開けます。気をつけてカッターで切っていきます。こんな感じで穴開きました。それではお金との通り道を確認してみましょう。暗くて分かりづらいので蓋の部分だけにしてみました。こんな感じでしっかりお金の通り道できてます。作ってる過程ではこの周りの部分あった方が蓋が閉めれるので良かったんですけど、こっから先はいらないのでカットします。この3つの部分カットしていきます。そしてせっかくガチャガチャならこんな感じにしてみたいと思って透明のギフトボックスを使ってガチャガチャを再現してみました。なのでこのギフトボックスに穴を開けていきます。この穴はこちらの紙を型紙にして印つけて切っていきます。重ねてくり抜くのは難しいので蓋を開けて1個ずつ切っていきます。こんな感じです。続いて蓋側も切っていきます。蓋を閉めるとこんな感じです。しっかり穴開いてます。ビー玉を入れて上に乗せるとしっかりビー玉落ちていきます。ここで2つ折りにした紙なんですが、左側の方も両面テープで固定しておいた方が遊びやすいです。あとは色を塗ったりくっつけていったりするんですが、今回は海っぽくパステルカラーの青や緑、黄色を使ってグラデーション作ってます。ボンドを塗って貯金箱くっつけました。そしてこの今周りに残ってるボンドの部分には砂を乗せていきます。そしてガチャガチャの景品を入れる部分にはスケルシールを貼っていきました。海をイメージしてお魚を貼っていってます。黄色から下の部分は砂浜をイメージして貝などを貼っていきました。そして完成です。連動はしてないんですがお金を入れて回してみます。ガチャガチャが出てきました。そしてお金はしっかりボックスの中に入っています。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。